とネギ美味しい。いや、ネギいい仕事してるわ。うん、美味しい。ぜひやってほしいね。うん、こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日も北陸第2弾ですね。北陸プロジェクト、お仕事をいただきました、まさに第2弾レシピでございます。富山が終わったから、その豚とのネギね、はい、石川ですね。はい、その通りですね。石川の今日は能登の白ネギと能登豚をご用意しております。あ、でも聞いたことないね。能登野菜って知らない？能登野菜、加賀野菜、加賀野菜もちろんある、うん、で、能登もお野菜有名なんですよ。へぇ、ね、能登野菜ってブランドがあるぐらいなんで、うんうん、まあでも、まあ、能登は何でもうまいよね。まあ、能登はね、魚も美味しいし、ね、山はちゃんとある。能登牛あり、ね、で能登豚もいるんですよ、だから今日はね、石川能登の食材で、うん、お料理をご提供したいと思います。はい、どんなのを作ってみますか。今日はですね、我々のシリーズヒット作の塩豚です、うん、お、塩豚を能登産の豚とネギで作ると。そうです。あ、ね、じゃあもうメニュー名解明しなきゃいけないね。メニュー名解明する？能登、うん、白ネギと塩豚の煮込みダメ。いいじゃないですか。普通だけど。能登の人もぜひ食べていただきたいし。そうです。なかなかね、この豚とかこのネギは、うん、もう本当産地が絞られてるので、もう取り寄せるのも大変なんですけど、うん、なんでまあ皆さん手に入る食材で。でも取り寄せられるんですか？いや、結構調べて調べてよ。で、あと白ネギはもう雪降ったらシーズン終わり。あ、じゃあもうちょっとだ。もう今がハイシーズンで、うん、12月末にはもう雪降ってくるから終わりです。うん、はい、でも豚肩ロースとね、はい、ネギがあればどちらでもお作りいただけます。はい、じゃあその他の食材は？はい、その他はニンニク、ローズマリー、ローリエ、オリーブオイル、塩、コショウ、白ワインです。はい、じゃあ作っていきましょう。はい、作っていきましょう。はい、それではね、塩豚、塩豚っていうのは塩でマリネした豚のことを塩豚と我々は呼んでおります、はい、ね、はい、はい、で、豚肩ロース 500g の塊肉ですね、ブロックになりますが、はい、これを、一晩から1日ね、マリネしたいと思います、うん、はい、じゃあニンニクスライスします。能登、はい、ね、能登はでも、まあ、やっぱり富山だからそれなりに行くね。あれさ、高校の遠足で能登行ったね。能登島水族館行かなかった？あ、行った。行ったよね。高校の遠足で水族館行った、ね、マジかっていうね。1年生の時だよね。1年生だったか2年生だったか覚えてないけど、富山ってほら修学旅行ないから。修学旅行ないもん ね、ね、はい、いいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。では豚さんね、 500g に、1% のお塩したいと思います、うんうん、はい、ね、約 5g です。能登野菜ってどういうところが特徴なんですか？能登ネギに関しては非常に甘みが多くて辛みが少ないっていうね、うんうん、非常にだからこう煮込みにぴったりですよ、うん、うんと生で食べても美味しいんだけど、うん、煮込むとさらに甘くなるので、で、あとはですね、ニンニクをちょっと乗せてね、一緒にマリネしますよ、うんうん、で、あとはね、ローズマリーの風味をね、足したいと思います。ハーブね、ローズマリーとローリエを今日はご用意してますね、はい、最後ですね、ちょっとオリーブオイルでコーティングしておきます、うん、たっぷりのオリーブオイルでマリネします。はい、 OK、 ちょっと揉んでおきますよ、うん、はい、しっかり味付けました。じゃあラップをしましょうか。で、これでしっかりね、味が染みるので冷蔵庫で約ね、一晩から一日置きたいと思います、はい、こちらが一晩置いたものですね、はい、はい、しっかりね、味が染みてると思います、はい、はい、それではネギ切っていきましょう、はい、ね、じゃあ今日は1人1本、4人前作るんですけど1人1本の感じでね、はい、お、今日は前回より短いそうそう、前回ね、ちょっとあの悪ふざけが過ぎました、はい今日はあのちゃんと食べやすいサイズ、もう最初から切っちゃいます、はい、いいですか、視聴者に優しくね。そうですね、ネギ4本です、はい、もう入れたかったらもっといっぱい入れてください、うん、ほんとね、はい、じゃああとは、うん、こっちはスライス、緑の部分もちょっとこれは細く切りますよ。さあ、良いですか、はい、はい、このネギを4本切りましたね、うん、白いのと葉の部分と分けて。さあ、それでは早速調理していきましょう。お肉から焼いていきましょう、はい、はい、フライパンにオリーブオイル敷いて、軽くね、マリネしてるオリーブオイルもあるんで火にかけます。はい、はい、それでは豚肉をね、表面焼いていきます、うん、がっつりニンニクついてたよ。はい、ね、焦げた、うん、こうやって最後の方にソテーしていく。
お肉はね、表面に焼き油をつけてちょっとこうね、旨味を閉じ込めましょうね。うん、で最後にね、ローズマリーとローリエもとニンニクも一緒に入れて風味つけたいと思います。はい、焦げないようにローズマリーの香りをしっかり油に移してね、肉にも移していきます。さあ、いいですね、はい、表面焼き切りました。で今ニンニクとローズマリーローリエもね、いい感じで味が出てます。じゃあ一度取り出します、うん、はい、はい、ドンと同じようにニンニクとローズマリーとね、ローリエも取り出しておいてくださいね。さあ、いいでしょう、はい、ではちょっとね、この油は少し拭き取りましょうね。まあ、ちょっと拭き取るね、はい、いいのよ、油たくさんでも。いや、いいの、ちょっと拭きますよちょっと焦げた部分もあるからね。で少し拭いて、いいのよ、ね、で、はい、この、まあ、豚油でネギ炒めていきます。ちょっと焼き色つくぐらいまで炒めたいと思います。はい、香ばしくね、はい、いいですね、これで本当富山とね、石川はお隣だし、まあよう行くよ ね、 我々はね、富山の人はね、うん、あの高校生とかさ、うん、ぐらいになっても、うん、富山では買えないものが石川、金沢で買えたりとかしてさ。行った？俺は行ったことない。俺もないえ、あるっしょ。そうね、ほらヒロさんとかあるの。あ、そう、いや、ない。いや、こじゃれた人は多分行ってたよ。あ、そう、金沢まで。はい、いいですね、ネギ、はい、美味しそうに焼き色つきました、うん、ね、じゃあ一度火止めます。さあ、ここから煮込んでいきますよ、うん、ちょっとお鍋変えましょうか、はい、ね、お鍋で煮込んでいきます。じゃあネギをね、敷いていきます、うん、焼きネギですね、今日はネギのペットを用意してますねあのいいですね、はい、ここにあの豚が鎮座しますよ、寝かしてあげて、はい、ここで、ネギの上にね、豚を敷いてあげましょう。ニンニクも散らしました。はい、いいかな。じゃあね、火にかけますよ、うん、一度火にかけて、途中で白ワイン入れます。ジュージュー言ってきました、はい、白ワインを 100cc 入れます、はい、まあ、白ワインにですね、白ワインがない方は、いや、日本酒でいいですよ。料理酒でいい、料理酒でいいです、はい、ね、さあ今ね、白ワインを沸かしてます、うん、これが結構ポイントです。粒のまま胡椒を入れてください、はい、ホールペッパーね、うん、10粒ぐらい入れたいと思います。はい、まあ、お子さんがいらっしゃるとちょっとこれ効きすぎるかもしれないんで、あの後掛けの胡椒でいいと思いますけど、はい、ちょっと入るとスパイシーで美味しいですね。はい、でここにネギで掛け布団ね、敷布団は白い部分、掛け布団は緑でいきますよ。おー、もうこちらもうあとは待つだけだ。やばいっすね、これやばいっすね。ネギ好きとしてはたまんないっす。ネギ好きにはたまんないね、これね。たまんないっすね、一緒に入りたいぐらい一緒に入れるぐらい今日ネギあるよそっか、ほんと。はい、いいですか、はい、もうここまで来たらもうあとは弱火にします。一番弱い火で大丈夫です。で、蒸しにするわけですね、うん、はい、蓋をします。はい、ここから1時間でもう完成します。はい、それでは1時間経ちました、はい、弱火でグツグツ1時間ね、うん、完成しました。はい、では開けてみますか。開けてみましょう、はい、こんな感じですかね。どーん、でやおお、ね、おいしそう、はい、お汁がいっぱい出ております。ネギトロトロですね。トロトロですね、おいしそうですね。いいじゃない、いいですか、いいじゃない。じゃあ、もうお肉カットして、はい、盛り付けていきます。お皿に持って食べましょうか。はい、よいしょ、塊肉。ういー、いつもとさ、形がさ、違うからさ、どう切るんだろうなって作り始めた時からずっとこう楽しみにしてます。こう切るか、ちょっと塊、もっとあの正方形の塊で切るわ、平たくじゃなくて。あ、なるほどね、ちょっとこう大きめのブロックで、うん、そうして切ります、今日は。ちょっとだから角煮みたいにね、大きめで切るよ。いいじゃん、いいじゃん。はい、いきます。めちゃくちゃ柔らかくなってますね。なってますか、はい、今日も。いいっす、いいっしょ、ゴロッとして、ね、オッケーね、このぐらいのゴロッとしたすごい、ね、お肉を乗せて食べましょう。いいじゃないですか、はい、ネギ4本入ってます。実はもっと入れてもよかったんじゃないか、ギア困るよ、うん、やりすぎ注意ねよし、じゃあお肉並べます。はい、豚肉にちょっと今日前は主役じゃないからなって言ってちゃんと乗せないと、うん、すぐ主張してくるからどうやってもこいつが主役になっちゃうなちょっとネギですよ。 OK、はい、じゃあ、イタリアンパセリとブラックペッパーですね、うん、ポンと添えましょうね、うん、はい、そしてペッパー引きます、はい、はい、はい、出来上がりです。はい、ではいただきます。どうぞ召し上がってください。うーん、納豆ネギ美味しい。いや、ネギいい仕事してるわ、うん、美味しい。この切り方いいよ、ゴロッとして自分の、ね、大きさに切って食べて、うん、うん、美味しい。
ぜひやってほしいね、うん、ぜひやってほしいね、本当に、うん、ネギも豚もこんな美味しく食べられるんだから、うんうん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。